トム・シンプソンは、イギリスの自転車競技選手。1967年のツールド・フランス第13、ステージのモン・バンテュの上りにおいて帰らぬ人となった、ことで今もその名をとどめる。イングランド北東のダーハムで生まれたシンプソンは、第二次世界大戦後に一家が、ノッティンガム近郊のハーワースへと移住した際に、自転車競技に興味を持ち、技術系専門学校に通う傍ら、 後にその地域の自転車チームに加入した。やがてその地域のタイムトライアルレースで優勝するようになると、シンプソンはトラックレースを進められ、後にマンチェスターのファローフィールド自転車競技場に拠点を移して練習を行うようになり、4000メートル個人ツイン抜けの国内選手権で優勝。この実績を買われて、 1956年メルボルーンオリンピックでは4000メートル団体追抜けのメンバーとなり銅メダルを獲得。さらに2年後のコモンウェルスゲームズ個人追抜けでは銀メダルを獲得した。1959年、シンプソンはプロのロード選手を目指し、フランスのサンブリユーへと移住。そして、そこで2つのプロチームから誘いを受けるが、プジョーに入ることになった。 1961年、ロンドファン・フラーンデレモン制し、初のメジャータイトル獲得。翌1962年にはツールド・フランスで、マイオジョーニを上寮をシュした。1963年には、ボルド・ー・パリを制し、1964年は、ミラノ・サンレモで優勝。そして1965年、シンプソンは、スペインのサンセバスティアンで開催された、世界選手権において、 ルディアルティヒとの壮絶なスプリント争いを制し、見事世界チャンピオンに輝いたほか、同年のジロディロンワルディアも制した。ちなみに、イギリス人選手の世界選手権個人ロード優勝経験者は、現在のところ、シンプソンただ一人である。またシンプソンはこの年の BBC 年間スポーツパーソナリティ賞を受賞している。そして1967年、シンプソンは、 パリ・ニースで総合優勝を果たす。また初めて出場したブエルター・エスパーニャでも区間2勝を挙げた。そしてこの後、シンプソンはツール・ド・フランスへと出場する。第8ステージにおいてシンプソンは、区間優勝のルシアン・エマールに19秒差の5位に食い込み、総合でもトップのロジェ・パンジョンに対して5分15秒差の7位へと浮上した。 年齢的なことを考えてもツール制覇へのラストチャンスと意気込んでいたシンプソンにとってこの時間差であればまだまだ総合優勝を狙える位置にいた。しかし第10ステージにおいてパンジョンらに引き離されて交代。総合ではパンジョンに8分20秒の差をつけられてしまった。なんとかこの差を挽回するべくこの後のピレネー越エステージを占う上においてもシンプソンにとって 第13ステージは非常に重要な区間となった。シンプソンは門、バントゥへ向けてのループ区間に差し掛かるまではこのステージの主位争いを演じていた。しかしやがて、フリオヒメネスラのグループについていけなくなったばかりか、門ン、バントゥまで残りあと 2km あたりの付近でふらふらの状態となり、ついには転倒した。チームスタッフはシンプソンにリタイアを求めたがシンプソンは、 拒否して、また自転車にまたがり始めた。だが残り500メートルの付近で再度転倒し、今度は起き上がれなくなった。すぐさま救急ヘリが駆けつけ、病院へと運んだものの、すでにシンプソンは池を引き取っていた。シンプソンの死については後に、いろいろな憶測を呼んだ。後に、シンプソンの体内からアンフェタミンとアルコールに加え、利尿薬までもが検出されることになったが、 さらにこの年のプロバンス地方は猛暑だったことも重なり、熱射病と結論付けられた。また、この年の成績から契約更新に消極的な姿勢をスポンサーから示されており、シンプソンはかなり精神的重圧を強いられていたことが明白となった。30年後、シンプソンが亡くなった地点に記念碑が作られた。また2001年8月には、 ルシアンバ・ニンプがシンプソンの記念博物館をシンプソンが自転車競技選手を志すきっかけとなったハーワースに開館させた。こうしたものを通じて今もなおシンプソンという選手の記憶を留めている。自転車ジャーナリストクリス・シドウェルズは彼の意いである。ありがとうございます。